の第100回ワールドシリーズは10月23日から27日にかけて計4試合が開催されたその結果ボストンレッドソックスがセントルイスカージナルスを4勝0敗で下し86年ぶり6回目の優勝を果たしたレッドソックスは1903年の第1回シリーズ制覇を皮切りに1910年代終了時点では優勝が 全球団最多の5度を数える競合だった。しかし1919 19年シーズン終了後、主力選手のバンビーのこと、ベイブルースをニューヨークヤンキースへトレードで放出して以来、ヤンキースが優勝を重ねるようになり、一方のレッドソックスは優勝できなくなった。1990年にボストングローブ記者団小ネシーが、 著書ザカーズ・オブ・ザ・バンビーノを出版したのをきっかけに、レッドソックスが優勝から見放されているのは、ルース放出時に呪いがかけられたからだ、とするとし伝説バンビーノの呪いが、ファンの間で広まっていった。今シリーズで、レッドソックスは1918年以来のシリーズ制覇を成し遂げ、その呪いを解いた。優勝球団が、全試合を通して1イニングも相手にリードを、 許さなかったのは、1989年以来15年ぶり4度目である。シリーズ MVP には、第3戦の先制のソロ本塁打を含む、全4試合でアンダーを放ち、打率。412.1本塁打、4打点、オプス1.088という成績を残した、レッドソックスのマニーラミレスが選出された。この優勝によりレッドソックスは、雑誌、 スポーツイラストレーテッド選出のスポーツメン・オブ・ザ・イヤー賞を受賞した。また2005年には、ローレウス世界スポーツ賞の最優秀チーム部門にノミネートされ、受賞は逃したものの特別賞スピリット・オブ・スポーツ賞を贈られた。10月20日にまず、アメリカンリーグで、レッドソックスが、そして21日には、ナショナルリーグで、カージナルスが、 それぞれリーグ優勝を決めて、ワールドシリーズへ駒を進めた。7月13日に、テキサス州ヒューストンのミニッツメイドパークで開催された、オールスターゲームは、アメリカンリーグが、ナショナルリーグに9から4で勝利した。この結果、ワールドシリーズの、第1.26.7戦を本拠地で開催できる、ホームフィールドアドバンテージは、アメリカンリーグ優勝チームに与えられることになった。 このオールスターには、レッドソックスからは、投手は、カートシリング一人、野手は、マニー・ラミレスとデビッド・オルティーズの二人が選出された。一方のカージナルスからは、アルバート・プホルスとスコット・ローレン、エドガー・レンテリアの野手三人が名を連ねた。試合では、シリングの登板機会がなく、レッドソックスの投手とカージナルスの打者の対戦は、実現しなかった。 過去99回のシリーズの中で、レッドソックスとカージナルスの対戦は2度ある。1946年と1967年で、いずれも4勝3敗で、カージナルスが制した。1997年から始まった、レギュラーシーズン中のインターリーグでは、2003年6月の3連戦が、唯一の対戦である。 レッドソックスの本拠地フェンウェイパークで行われ、カージナルスが2勝1敗で勝ち越した。2004年のワールドシリーズは10月23日に開幕し、途中に移動日を挟んで5日間で4試合が行われた。日程、結果は以下の通り。勝ち、キースフォークハイ、フリアンタバレス本イ打 STL、ラリーウォーカー1号ソロ BOS。 デビッド・オルティーズ1号3ラン、マーク・ベル・ホーンー1号2ラン審判、急審、エド・モンタギュー、類審、1類、デール・スコット、2類、ブライアン・ゴーマン、3類、チャック・メリウェザー、外審、左翼、ジェリー・デイビス、右翼、チャーリー・レリフォード試合開始時刻、東部夏時間午後8時9分。試合時間、四時間零分観客、五千三十五人、気温、 歌詞49度詳細、mlb.com ゲームで、espn.com、basebal-reference.com、ファングラフスレッドソックスは、初回裏、先頭打者、ジョニーデーモンが3球で2ストライクに追い込まれながら、ファウルで粘り、10球目を左翼線へ運んで2塁打とした。そこから一時1点3塁とし、4番、 デビッド・オルティーズの本塁打で3点を先制、その後さらに1点を加えた。カージナルスは2回表、3回表に1点ずつ、返して2点差に詰め寄る。しかし3回裏、レッドソックスは1始ま類から、デーモンのウゼンダで再び突き放した。カージナルスは、先発投手ディ・ウィリアムズをここで諦めて、降板させたが、2番手ダンーレンも2番。 オーランド・カブレラの敵地だなどで2点を失い、点差が5点に広がった。4回表、レッドソックス先発投手、ティム・ウェイクフィールドが制球を生み出す。先頭打者ジム・エドモンズを支球で出塁させると、自打者レジー、サンダースの2球目に、こいつで2塁へ進まれる。サンダースと7番、トニー・オマックも、支球で、虫満塁の危機を招いた。 カージナルス打線はこの後期に、8番、マイク・マシーニーの犠牲フライト1塁一類種、ケビン・ミラーの悪送球でまず2点、なおも1種3塁から9番、田口総の3ゴロで1点を返し、再び2点差とした。ウェイクフィールドはアニシム者から1番、エドガー・レンテリアにも、支球を与え、ここで降板した。この請求難について、とても寒くて、ボールがうまく握れなかった。 すごく滑ったと話している。シリーズ初戦で両先発投手が4イニングも投げ切れずに降板したのは1966年以来38年ぶり3度目である。2番手、投手ブロンソンアローヨはこの場面では後続を断ったものの6回表に同点に追いつかれた。西無双者から9番、田口の打球は三塁線へのゴロとなり、 これを処理したアローヨが一塁へ悪送球して、田口は二塁へ進む。ここで一番レンテリアと二番、ラリー・ウォーカーが、連続的時二塁打を放ち、試合は七から七の同点になった。ただアローヨは三番、アルバート・プホルスを空振り三振に仕留め、逆転は許さなかった。七回裏、カージナルスはヘイレンに変えて、キコ・カレーロをマウンドへ送った。レッドソックスは、 先頭打者マークベルホーンの死球を機に一死一二塁と、死、三番、マニー・ラミレスと四番オルティーズの連続的自打で2点を勝ち越した。カージナルスも直後の8回表、マイク・ティムリンとアライ・エンブリーの2投手から同じく一死、一二塁という場面を作る。レッドソックスは、ここで抑え投手キース・フォークを投入したが、左翼手、ラミレスの接種に足を引っ張られた。 まず一番レンテリアのサゼンダで、二塁、走者ジェイソン・マーキーは、一旦三塁で止まりかけたものの、ラミレスが打球を落とした隙に生還する。続く二番ウォーカーの打球も、左翼へ飛び、ラミレスは、スライディングキャッチを試みたものの取れずにこぼして、二塁、走者、ロジャー・セデーニョが、同点のホームを踏んだ。一死二点三塁とカージナルスの後期は続く。しかしフォークは、 3番プホルスを敬遠した後、4番スコット・ローレンを1球で3比に打ち取り、5番エドモンズは見逃し三振に封じて逆転を阻止した。この試合でカージナルス打線の3から5番は12打数1安打得点圏では6打数無安打と沈黙した。8回裏、カージナルスのマウンドには6番テフリアンタバレスが上がった。レッドソックスは1死から、 途中出場の8番ジェイソンバリテックが遊撃手、レンテリアの失策で失塁した。カージナルスにとって、失策で走者の失塁を許したのは、これが今ポストシーズン初だった。また、この試合ではレッドソックスがすでに4失策しており、両軍合わせてこれが5つ目の失策である。これは1982年シリーズ第6戦と並ぶ、歴代最多記録だった。 ここで自打者、ベルホーンが1ボール2ストライクからの4球目を打ち上げると、打球は右翼ファウルポールを直撃する2点本塁打となり、レッドソックスが再び2点のリードを奪った。9回表、フォークが2塁に走者を背負ったものの無失点で試合を締め、初戦はレッドソックスが11から9でものにした。監督のテリー・フランコーナーは、教育リーグに教材映像として、 遅れるような試合じゃなかったと表しつつも、勝つことを目指していた以上、今日は実にいい日になったと述べた。勝ち、カートシリング杯、マットモリス審判、急審、レール・スコット、累審、一類、ブライアン・ゴーマン、二類、チャック・メリオエザー、三類、ジェリー・デイビス、ソトシン、左翼、チャーリー・レリフォード、右翼、エド・モンタギュー試合開始時刻。 東部夏時間午後8時17分。試合時間、3時間20分観客、3万5千1人、気温、歌詞48度詳細、mlb.com ゲームで、espn.com、b a s e b a l r e f e r e n c e c o m ファングラフスレッドソックスの先発投手カートシリングは、地区シリーズ第一戦で右足首の検証を断裂した。 修復手術を行えば、全治3ヶ月という重症のところ、チームは当面の登板を可能にするため別の手術を施した。手術後のリーグ優勝決定戦、第6戦で、シリングは手術痕から血を滲ませ、靴下を赤く染めながら、7回1失点と高騰し、勝利投手となった。そこから14日のこの日、シリングは妻に、 今日は投げるのは無理だとこぼすほど右足の状態を悪化させていたが、方合糸の一部が神経に接触していることが球団医の診察によって判明し、これを取り除いたことで登板可能となった。この日、シリングは自分の右足首に注目が集まると考え、スパイクの手術根近くの部分に KALS とメッセージを書き込んだ。シリングは ALS にかかったルーゲーリッグを尊敬している。初回表、シリングは、先頭打者、エドガー・レンテリアを打ち取るのに12球を要し、3番、アルバート・プホルスには2塁打を浴びたものの、無失点で終えた。その裏、レッドソックス打線は西無奏者から、3番、マニー・ラミレスと4番、デビッド・オルティーズが、連続死球で奏者を貯める。カージナルスの先発投手マット・モリスは、 長打を警戒しすぎたという。この場面で続く5番ジェイソンバリーテックが、打球を中堅最深部まで運び先制の2.3、塁打とした。2回表、カージナルスは1し1塁から、7番、トニー・オマックが、宇宙間への打球を放つ。しかし1塁走者レジー・サンダースが2塁を踏み損ねて、戻ったため、単打で1、2塁止まりとなった。8番、 マイク・マシーニーは3時下で、3塁手ビル・ミラーは2塁、走者・サンダースにタッチして、閉殺を完成させた。シリングの右足首はこの日も出血で靴下を赤くし、2回表には、右の腰にも張りが生じた。さらにシリングが投げている間、レッドソックスの守備が4失策を重ねた。前日と合わせて2試合合合計8失策は、シリーズ史上、 1912年、第7から8戦のレッドソックス以来92年ぶりだった。また、この日は、特に三塁首尾ミラーが一人で1試合3失策を記録しており、これは1981年、第5戦のデイビーロープス以来の多さである。その結果、シリングがカージナルス打線を三者凡退に抑えたイニングは3回、表だけにどまった。ただ失点も、 4回表西3塁からの B ミラーの失策による1点だけに抑えた。その直後の4回裏には、レッドソックス打線が9番、マークベルホーンの2.2塁打で3点差に突き放した。レッドソックスは6回表終了をもって、シリングを降板させ、7回表からは、アランエンブリー・マイク・ティムリン、キース・フォークとつないで、リードを守り切った。シリングは、 フィラデルフィアフィリーズ時代の1993年シリーズ第5戦とアリゾナダイヤモンドバックス時代の2001年シリーズ第1戦で勝利投手になっている。この日の勝利でシリングは3球団で勝利投手を経験するというシリーズ史上初の記録を達成した。試合前に球団員はシリングの右足首について 手術後三度目の登板はできないかもしれないと話していた。シリング自身も試合後、次の登板は可能かどうかわからないとした上で、今はただ疲れた。自分の年齢を感じさせられたのは人生で初めてだと述べた。右足首はロッカールームで着替えるときには、左手でどこかにつかまらないとズボンが履けず。 試合後の記者会見に向かう際には会見場まで、自力で歩けないためカートに乗せられるような状態だった。勝ち、ペドロ・マルティネス・ハイ、ジェフ・スーパン・ホン・ルイダ・ BOS、マニー・ラミレス1号ソロ STL、ラリー・ウォーカー2号ソロ審判、急審、ブライアン・ゴーマン、類審、1類、チャック・メリウェザー、2類、ジェリー・デイビス、3類、チャーリー・デリフォード、外進、左翼、 エドモンター牛、右翼、レールスコット試合開始時刻、中部夏時間午後7時37分。試合時間、2時間58分観客、52015人、気温、歌詞65度詳細、mlb.com ゲームデ espn.com、b a s e b a l l r e f e r e n c c o m ファングラフスレッドソックスの先発投手。 テドロ・マルティネスは、リーグ優勝決定戦、第5戦で先発しており、その後の起用法として、中4日で、今シリーズ第1戦に先発する案もあった。しかし実際には、リーグ優勝決定戦、第7戦で7点リードの7回裏に1イニングを投げた後、中5日で、今シリーズ第3戦の先発に回った。これはマルティネスが、リーグ優勝決定戦、 第7戦での救援当番を希望していたのと、監督のテリー・フランコーナーがマルティネスについて、マサチューセッツ州ボストにより暖かい地で、当番間隔を空けて投げた方がいいと判断したためで、ある。マルティネスにとってこの試合は、自身初のワールドシリーズ当番であると同時に、シーズン終了後には契約満了で FA となるため、レッドソックスの一員として投げる最後の一戦に、 なるかもしれなかった。初回表、レッドソックスは3番、マニー・ラミレスのソロ本塁打で、先制点を挙げる。ラミレスは相手先発投手、ジェフ・スーパンとの対戦を、通算で18打数7安打、3本塁打と得意にしていた。カージナルスはその裏、一四万類と、同点、逆転の後期を作り、5番、ジム・エドモンズがサヒを放つ。 左翼手ラミレスが前進して補給すると、三塁走者、ラリー・ウォーカーは、タッチアップで同点のホームを狙った。しかし、ラミレスの送球はバウンドして、ホシュ・ジェイソン・バリテックのミットに収まり、バリーテックが、ウォーカーにタッチして、同点の犠牲フライとはならず、閉殺が完成して、イニングが終了した。この場面、三塁コーチのホセオ・ケンドはウォーカーに、タッチアップ後は、 類間で様子見するよう指示していたが、ウォーカーは二類走者、アルバート・プホルスが三類へ駆け込んでくるのを見て、本類まで行かざるを得なくなったという。マルティネスは、かつての同僚だったウォーカーの走塁をねぎらうように、グラブで、ウォーカーの背中を軽く叩いた。ラミレスは、同じイニングに、本類だと補え札の両方を記録した。外野手として、これを達成したのは、 シリーズ史上1993年、第4戦のレニーダ・ダイクストライライ二人目である。カージナルス監督のトニー・ラルーサは今シリーズ、開幕前、自軍の走塁について、自分が今まで監督を務めてきた、どのチームよりも上と話していた。だがこの日のカージナルスは、初回裏に続き3回裏にも、走塁ミスで後期を潰した。 イニング先頭打者の9番スーパンが3塁内野安打で出塁し、自打者、エドガーレンテリアの2塁打で無視2.3塁となる。スーパンは3塁まで行ったのは高校生の時以来という。レッドソックスの内野陣は同点やむなしと前進守備を取らず、そこに2番ウォーカーが2ゴロを放ち、2塁手、マークベルホーンは1塁へ送球した。 打者走者がアウトになった後一塁手、デビッド・オルティーズが本塁方向を向くと、三塁走者スーパンは静観して、おらず三本間に留まっていた。スーパンは三塁へ戻り始めたが、オルティーズは三塁へ送球し、スーパンはタッチアウトとなった。お剣道は、ウォーカーが打った瞬間、スーパンは固まってしまったと、この場面を振り返る。3番プホルスの3ゴロで、 イニングが終了し、カージナルスがこの後期も一すると、地元のファンからはブーイングが起こった。その直後の4回表、レッドソックスは西から6番ビルミラーが二塁打で出塁し、自打者トロット・ニックソンが敵自打で返して1点を加える。さらに5回表にも、3番ラミレスと6番ビーミラーの敵自打で2点を奪い、スーパンを降板に追い込んだ。これでカージナルスは、 今シリーズ初戦から3試合連続で先発投手が5イニングを投げきれなかった。これは1947年のブルックリンドジャースと1989年のサンフランシスコジャイアンツに次いでカージナルスがシリーズ史上3球団目である。一方のマルティネスは3回裏のウォーカーを2頃に打ち取ったところから相手打者の出塁を一人も許さず七回裏。 終了まで14打者連続でアウトに封じたまま役目を終えた。カージナルスの反撃は9回裏、2番ウォーカーがキースフォークからのソロ本塁打で1点を返したのみ。4から1でレッドソックスが3連勝し、86年ぶりのシリーズ制覇に王手をかけた。ウォーカーはこの試合で相次いだチームの走塁ミスについて取れる点を3点は損したと思うと話した。 勝ち、デレクローハイ、ジェイソン・マーキー・エス、キース・フォーク・ホン・ルイ・ダ・ BOS、ジョニー・デーモン1号ソロ審判、急進、チャック・メリウェザー、累進、1塁、ジェリー・デイビス、2塁、チャーリー・デリフォード、3塁、エド・モンタ・タギュー、ソト・シン、左翼、デール・スコット、右翼、ブライアン・ゴーマン。試合開始時刻、中部夏時間午後7時26分試合時間。 3時間14分、観客、52037人気温、歌詞62度詳細、mlb.com ゲームデー、espn.com、basebal-referenc.com、e. l、ファングラフスこの日、アメリカ合衆国の夜空では、怪奇月食が観測された。シリーズ開催日と、怪奇月食が重なるのは、史上初で、一部では、 レッドソックスファンの天文家は、シリーズのテレビ中継を食いつくように見て、安順能に支障をきたすんじゃないかと冗談めかして、囁かれた。全3戦に続きこの日も、レッドソックスが、初回に先制点を奪う。先頭打者、ジョニー・デーモンが2ボール1ストライクからの4球目を、捉えると、打球は、宇宙間フェンスを越えて、カージナルスのブルペンに飛び込む、本塁打となった。 その裏、カージナルスが反撃を試みる。この日のカージナルスは打線を組み替え、全3戦の1番打者、エドガー・レンテリアを6番にし、空いた1番には、トニー・オマックを据えた。そのオマックがさ全打で出塁すると、2番、ラリー・ウォーカーは、犠牲バントでオマックを2塁へ進めた。ウォーカーが、犠牲バントを決めたのは1991年5月4日以来だった。 ただ監督のトニー・ラルーサによれば、このバントは三塁ュビル、ミラーの守備位置を見て、内野安打狙いでしたものであり、三塁戦ではなく、先発投手、デレクローの正面に打球が転がったため、結果的にギダになったのだという。カージナルスは、同点の走者を得点圏に進めたが、三番、アルバート・プホルスは二ゴロでオマックを三塁へ進める、ことしかできず、四番、 スコット・ローレンも投げゴロに倒れ、追いつくことはできなかった。カージナルスの先発投手ジェイソン・マーキーは、2回表には、西2.3塁の危機を招くも、1番デーモンを1、ゴロに打ち取った。さらに3回表にも、3番、マニー・ラミレスと4番、デビッド・オルティーズに連打を浴び、西1.3塁とされた。ここでマーキーは制球を乱し、6番ビル・ミラーを、 ストレートの始球で歩かせて満塁とすると自打者トロットニクソンにも初球からボールを3球続けた。マーキーが4球目を投じる際、レッドソックスのベンチはニクソンに1球見ろではなく自由に打てのサインを出した。その4球目、ニクソンは宇宙間へ弾き返してフェンス直撃の2塁だとし、2走者が生還して、レッドソックスのリードは3点に広がった。 この日のカージナルスは、先発捕手に、マイク・マシーニーを起用せず、新人のヤディアー・モリーナを抜擢していた。4回表、西無双者で3番ラミレスに打順が回った時、モリーナが立ち上がって、ラミレスに何か話しかけ、球審のチャック・メリウェザーが、二人の間に割って入る場面があった。どうやらモリーナは、ラミレスが、サイン盗みをしているのではないかと疑っていたらしい。 ここで、レッドソックス監督のテリー・フラン・コーナーが、ダグアウトから出てきて、チャック、マニーと来たらうちのサインすら覚えてないんだよ。そうだよな、マニーと話し、その場を収めた。マーキー・ワラミレスを中飛に打ち取って、この回を三者凡退で終えると、その後さらに2イニングを封じて6回3失点で、降板した。カージナルスの先発投手が5イニング以上投げたのは、 シリーズ4試合目で初めてである。この日マーキーが投じた121球のうち、ストライクは58球にとどまった。ローは、カージナルス打線を抑えていった。4回裏、2番ウォーカーから始まるイニングをローが三者凡退に、封じると、カージナルスのファンは、シメリケ味の打線にブーイングした。今シリーズ4試合で3番プホルスは、打点を挙げられず、4番ローレント5番、 ジム・エドモンズは合わせて30打数1安打。その唯一の安打も、第一戦の2回表に、エドモンズが決めた、バント安打だけだった。5回裏には6番レンテリアの2塁打とローの冒頭で、1死3塁としたが、後続が立たれた。今シリーズを通じて、カージナルス打線は得点圏で32打数4安打。本拠地での2試合に限れば10打数無安打と、沈黙した。 ローは7回85球無失点でこの日の登板を終え、8回裏はブロンソン・アローヨとアライエンブリーが抑える。そして9回裏、レッドソックスは抑え投手キース・フォークを4試合連続でマウンドへ送る。フォークは先頭打者プホルスに中前打で出塁を許したものの、ローレンとエドモンズを凡退させ、最後は6番レンテリアを投げ頃に打ち取って試合を終わらせた。 これにより、レッドソックス86年ぶりの優勝が決まった。試合終了の時、カージナルスのネクストバッターズサークルにいたのが、田口総である。田口は、後の2011年に、この時は、レッドソックスにとっては、敵地で優勝を決めたこともあって、そんなに派手ではなかったです。球場が、シーンってなったのを覚えていますと振り返る。その静けさの中で、 フォークは一塁種、ダグ・ミント・ケイビッチに送球した後保守のジェイソン・バリテックと抱き合い、そこに他の選手も次々と集まっては飛びついて、喜びを分かち合った。最後の打者レンテリアの背番号は偶然にも、ベイブ・ルースがニューヨーク・ヤンキースでつけていたのと同じ3番だった。アメリカが衆国におけるテレビ中継はフォックスが放送した。実況は、ジョー・バックが、 解説はティム・マッカーバーが務めた。FOX がスポンサー企業に販売した CM 放送枠の価格は30秒あたり平均35万ドルと推定される。今シリーズは全4試合平均で視聴率15.8%視聴者数2539万人を記録し、前年を3.0ポイント524万7000人上回った。 平均視聴者数は1995年以来の高記録だった。日本での生中継の放送は日本放送協会の衛星放送チャンネル衛星第1テレビジョンで行われた。実況は竹林博士が解説は小早川武彦と与田剛士が務めた。第3戦の中継番組は日本時間10月27日午前9時20分に始まった。 10時40分、4日前の新潟県中越地震の余震が発生し、マグニチュード6.1、最大震度6弱を記録した。これを受けて NHK は10時43分から臨時ニュースの放送を開始し、その後の BS ニュースと合わせて11時59分まで1時間16分に渡りシリーズ中継を中断した。ありがとうございます。